日本航空よりご搭乗手続き並びに保安検査場のご通過締め切り時刻のご案内をいたします。日本航空にて札幌新千歳空港行き13時ちょうど発午後1時ちょうど発日本航空3107便は当便にご予約をお待ちのお客様のご搭乗手続き並びに保安検査場のご通過を出発時刻20分前の12時40分もう間もなくの12時40分に締め切りといたします。当便をご利用いただきまして、まだご搭乗手続きをお済ませるなお客様、日本航空国内線チェックインカウンター3階 N カウンターまでお越しください。すでにご搭乗手続きをお済ませで、まだ保安検査場をご通過でなお客様、どうぞお早く保安検査場をご通過いただき、搭乗待合室内7番搭乗口までお進みください。なお本日は保安検査場が大変混雑いたしております。保安検査場のご通過にはお時間を要しますため、お手続きをお済ませのお客様よりお急ぎ保安検査場をご通過ください。また出発時刻10分前までに搭乗口へお越しいただけない場合、すでにお手続きをお済ませのお客様でもご搭乗をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。Thank you.